3日前から行方が分からなくなっていた神戸市須磨区の小学校6年生の男の子の切断された頭部が今朝近くにある中学校の門の前で発見されました。今から26年前の今日、神戸市須磨区で当時小学6年の長谷淳君が殺害され、3日後中学校の校門前に遺体の一部が置かれるという信じられない事件が起きました。榊原生徒と名乗り警察への挑戦状を送りつけた犯人。被疑者は神戸市須磨区居住の中学3年生 A 少年。1ヶ月後に逮捕されたのは14歳の少年 A。 精神鑑定の結果、性的サディズムなどと診断され医療少年院に収容。2005年に本単位しています。あれから26年、淳君の父守さんは今年も手記を公表しました。何年経とうとも亡くなった子供への私たちの思いは変わることはありません。去年10月、神戸家庭裁判所がこの事件に関するすべての事件記録を廃棄していたことが判明。最高裁は資料的価値が高い記録は特別保存するよう定めていますが、検討しないまま廃棄された可能性もあります。最高裁は聞き取り調査などを実施、有識者委員会で長谷さんたちから意見を聞き取りました。私たちが納得するためにこの事件記録というものを閲覧したかった、命を奪われた理由に近づく大きな資料であったというふうに私自身は思っています。最高裁は今月中に調査結果や対策を公表するとしています。なぜこのようなことが起こったのかということをきちんと調査し、それに対する対策を施した上で確実な記録保存の手順を確立することが重要だと思います。